今日何する？才能なんてないって言うな。弱は。いやいやいや、弱くはないよ。ちょっと震えてんじゃん、もはや。いや、ついにこういうことに向き合わないといけない年齢になってきたなと思って。もうラストチャンスや、ほんまに多分。ラストチャンスやな。何歳になっても言ってると思うけど、少なくとも今の俺たちは、今変わらないと思う。そうやな。終わりだと思って。いや、やっぱ同じこと思っていたよね。いやー、分かってるもんな、ずっと前からな。だから言わんようにしてたしな。20の時も、覚悟のその違い、濃さはあれど思ってた気はするし。まあ、薄々見て見ぬふりをしてるよね。そう。才能なんて、ない、言い訳だろう、みたいな。うん。線引きしたいだけだろう。俺とあの人の努力の違いの理由が欲しかっただけだろう、みたいなね。いや、もうほんまに、その、なんか、生き切ってる人の才能ないですほど、もうほんまにやめてほしいと思わないね。稲葉さんな。稲葉さん。稲葉さんはもう、稲葉さんとかもう、桜井さんとか、ミスチル。もうやめてほしい、ほんまに。なんかけど、20とかの頃にそういうの見てたら、勇気湧いてたけどね。逆に。わかる。それもわかる。あ、この人でもそうなんや、って思ってたけど、うん、今見たらもう、残酷やんな。ある種な。しかもなんかそれが謙遜とかじゃなくてマジで思ってるんやってことに気づいたときにさ。そうやねんな。ほんまにやめてほしい。やめてほしいよな。ほんまにやめてほしい。ほんまにそうやと思うし。うん。シンプルにね。そうなんだよな。てか本気で思ってるんやって思うしな。うん。多分その人はその人で。で、ほんまにそうやしな。うん。やめてほしいなぁ。あー、やめてほしいなぁ。いや、でもなんか30になってちょっと一個、まあ薄々ながらというか、なんか覚悟決まったなって思ったのは、やっぱもうこういうやって最終的に死んでいくんやなってことは結構 100% 固まったかも。へえ。何？だからその才能なんやろな、なんかその才能ある、明らかに才能や、 なんていうの、その努力さが足りてないだけっていうのを分かりつつ、もう自分をほんまに高めつつ、自分は足りてないなって思いつつ死んでいくんやなって最後まで出ました、死生観。いやいや、生観とかじゃなくて、いや、てか終わるんやなっていうのが、なんか多分だからこれ一生やと思うねんな俺。一生多分こんなこと言ってるんやと思うねんな俺。そうやな。なんかどういうとこまで行っても。計らずもな。そう。それはなんかもう、ちょっと覚悟決まったというか、しゃあないな、みたいな。苦しいけど。もうあとはやるのみやな。そう。っていうか別にもうなんか、分かってるんやけどな、何年も前から。うん。決めて行動できてないんですよね。そうやな。なんか平穏な幸せを今更何を望もうとしてるんだろう俺はとかめっちゃ思ったし。そうやな。うん。これ、それはマジで思ったな。平穏な幸せな。ほんまにな。いやでもそれはほんまに思ってた俺は。てかまあそうやって自分、それがなんかその自分を高めるっていうところに、なんていうの、それを手に入れたから、じゃあ俺はもっと頑張れるっていう人もいると思うけど、多分俺はもうそうじゃないよなっていうのは、なんか分かりきったなっていう。どうあがいても。多分それはね、多分その相手がどうとかじゃなくても自分がそうやから、それも相手にも申し訳ないなっていう。で、私というのにそんな幸せそうじゃないのみたいな感じになるやろうなと思うと、余計こういわゆるその平穏な生活、幸せみたいなのは求めるべきじゃないよなっていうのはすごい思ったね、この半年。別にできないってわけじゃないやろうけどな。
ああ、そうそうそう。それが手に入れられないわけではないやろうけど。そうそうそう、それはもちろんそう。それで全てが満たされるわけではないだろうな。そう。いやー、もう、けどほんまにそうやで。もう、そんなん言うてられへんな。なんか、ほんまに思っちゃいそうやなと思ったしな。子供とかできたりした日には、なんかその、もちろんその多分愛せると思うけど、この時間なんなんやろとか多分めっちゃ思ってまうから、絶対そんなやつ平穏な暮らしなしたあかんからな。才能がないということを認めまして、じゃあどうなりたいのをいよいよやらねばあきまへんな。いやでもそうだな。悲しいというか、まあでも30になったら結構それがリアルになってくるよな。マジでみんな周りがそうなってる頃から。いやでもほんまにリアルやわ。めっちゃリアル。何歳からでも何でもできるとは思うし、別にこれ多分年上の人が見たら若いなって思うかもしれんけど、うん、少なくとも今はそう思うしな。実際帰れないものもっていうか、助けてくれる人の数は変わっていくからな、やっぱり。うん。これやりたいんですっていうのは、うん、間違いない。それはもう年齢で変わっていくから。で、確実に分かるしね、やっぱ。そう、20の時と比べて、自分の気力もなくなっていってるのは、すごいひしひしと感じるから。あと、まあ、感じることの多さとかね。うん。全ての選択肢が常に残った状態のまま何歳までも生きてられるわけじゃないとかね。ああ。この年でも別にこれはもう一生なくなるなんてことはざらにあるわけで。そうやな。アーティストになる、なろうと思いましたね。いやだからね、そこをもうなんかアーティストになるとか言ってんのはずいなとか思ってる時間ですらももったいないよな。うん、確かになろうと思わないと、もうほんまに。まああとなりたいし、もうしゃあないよな。しゃあないな。なんかいっぱい言ってたな、ずっとな。まあ多分今後もまたちょいちょい言うんやろうけど。何を？いやいや、なんかその俺は才能がないから、うん、そこに対して才能がないけど、こういう入り方ならそういう才能のある人たちと同じ対等に会話できるからやってるんですみたいな言い訳というか、なんか謙遜ぶった自分への薬塗ってたけどもけど結局もうなりたいのはアーティストで、何か作ったものが評価されないと嬉しくないよね、やっぱね。それはそう。自分自身が評価されたって結局納得いかないもんね。納得いかないね。どっちも納得いかないんだなっていう。褒められてもけなされても。でもこれはどうだって思って作ったものがけなされたら悔しいけど、そう刺さらんかったかってなるし、褒められたら素直に嬉しいし。いやそうかも。そうや、確かにそれはそうだ。そういうことですよね。だからもう、じゃあもうしゃあない。なんかそうやな、ヘラヘラし、なんていうの、クソ人間やなとか例えば言われたとしてもヘラヘラしてられるけど、やっぱなんかそう作ったものに対してクソやなって言われたら結構悲しい、悔しいしな。うん、それはあるな、確かに。こんな恥ずかしい動画ないでお前30のおっさんがガン首揃えてとかって言いたくなるぐらいこれは怖いよな。もうこれほんまに俺らのために撮ってるからな。いやでももうそういう YouTube そういうチャンネルやからな。ほんまに。てか暗いよな、これ、このチャンネル。うん、暗いよ。この前ちょっとやってみたけどな。あ、やったな。明るい話で無理やったな。全然話続かへん。なんでなんやろな。もうすぐボール間に落ちる。いややな、俺こんなチャンネル嫌やもん。もうでも、もうこっからは何の妥協もなく、自分にクリエイターとして、自分にアーティストとしての才能が
あるのかないのかを問い続けることに時間を使おう。それでしかないね。じゃないともう何が楽しいのかわからない。いや、そんなことはないな。楽しいことはあるやろうけど。まあでも、そう。そうやって生きていくしかないよね。やっぱ30歳面白くないもん。面白くないよね。うん。もうだから向いてる向いてないとかそんなことを考えてる時間が無駄やね。本当に好きな領域において、まあね、特に音楽と俳優において、それ以外は元気やもんな。うん。生きてるもんな。そうやな。もういいです、それで死ぬほどやって。やっぱり誰にも誰の心も動かせる実力がありませんでした。その実力が身につけませんでしたでいいもんね。だってゴッホとかそうだろ、それこそ、うん、死んでから売れ出したとかな。でもそういうもんやもんな、多分。そういうもんっていうか、そういう人もいるよね、そりゃ。ならんの横が、yeah. すげえ、もうなんか最近今年に入ってすっげえ40歳を考えるようになったわ。ずっと30歳がある種ベンチマークというか、うん、視野の中にあって、その先の35歳まででずっと生きてたけど、途端に40歳を考えると、なんか何しても生きていけると言ってるけど、何しても生きていかれへんのやろなっていうのも思ってきたし、うん、こっからの10年でそのこけるにしろどうなるにしろ、それやらんかったら多分笑って死ねないよね。うん。1回きりですかね、これ多分。ほんまに何喋ってんのか多分覚えてないろうな、後で。そんそこ俺は覚えてると思うけど。あ、ほんま。ずっと考えてたことやからな。いやまあそうよな。てか結局やっぱな、満たされないっていうのが一番のストレスなんだろうな。そうね。でも自分に向いてない、なんていうのな、なんかそうだな。自分に向いてなかってもそれが評価されて、それで満足感を得られるっていうのは結構羨ましいよな、俺からして。まあまあそうね。そうそうそう。っていうか、それを素直に受け止めれるというかね、褒め言葉というかさ、いいねって言われたことに対して、そこが狭いからね。まあけどほんまに、でもそれをなんかこっちが100で受け取ってないっていう捉えられ方するのもちょっと悲しいし、なんか編集、例えば編集面白いって言われてめっちゃ嬉しいけど、なんかそっちでめっちゃ評価されても満たされないというか、みたいな。でもそれを別に嬉しくないと受け取ってるわけじゃないっていうのはなんかあるよな。そうね、嬉しいからな。そう普通にめっちゃ嬉しいから。嬉しいしありがたいよな。もうだから自分の理想みたいな話よな、シンプルに。そうだから、これは確かにエゴなんだ、間違いなく。それは嬉しくて、ただもっと本当はこういう認められ方、喜ばせ方が嬉しいって分かってるっていう、分かってるっていうか、そういうのがあるっていう話だからな。あとそれをまがいなりにもちょっと知っちゃってるっていう。なのにそれをやってないということが一番の、そうなんです、ダサーポイントというか、そうです、キモポイントですよね。キモいよな俺らは。だいぶキモい、キモいよ俺は。本当にだいぶキモポイントやな。行きましょう、もう
ていくか。アーティストになりましょう。タイトルアーティストになろうや。だっせ。アーティストとして生きようやじゃない。せめてな。せめてそうしよう。うん、っていうかもうほんまにほとほと分かったね。何が分かったというか分かってたけども、うん、ほとほと何が嬉しいか、自分がどうなりたいか、もうそれを取りに行きましょう。まだ間に合うべ。まだ間に合うね。うん、これ35やと無理やね。そうやね。まあ分からんけどな。分からん。35になってまだ間に合うって言ってる可能性は95% ぐらいやけど。いやでももうほんまにそれはタイムリミットあるっていうのはね、年齢を重ねるごとに分かってきたから、ほんまにリアルになってきたから、ね、感性変わるからな。うん、その時に100で感じてることを叩きつけることを繰り返していくとしたら、今感じてることはもう40には出せないからね。間違いない。感受性はやっぱり死んでいくからね、絶対。変わっていくよね。それはめっちゃ思うわ。もう、そうやねんな。もうそれが作品なんて呼ぶのかとか、もうそんなんいいから全部作品ですって出すだな。はいはいはい。YouTube のドラマなんかさ、あんなの別に。作品じゃねえだろうとかさ、企画でしょとか、俺までそれを言い出したらもうダメですね。まあそうやな。もうみじんも思わんしな、好きにしてくれって感じやしな。今セフレとかの話に関してはさ、当時はすげえ思ってたけどさ、うん、もっと残酷だぜとかなんかすげえ言いたかったけど、もう今もう言いたいと思うもんね。そういう意味でやっぱりこう、なんやろな、反骨心みたいなのやっぱ捨てちゃダメだなっていうのは30になって思いますね。そこはなんかやっぱそこは結構、まあ、人によるけど、多分なんかそれで頑張れてこれたな20代はっていうのはめっちゃ思うから、それ嫉妬とかじゃないんだよな、なんか反骨心っていうか、絶対俺の方もっとすごいやろみたいなの気持ちって、確かにここ半年ぐらいっていうか、まあ去年ぐらいからやっぱなくなってきてたなと思ったから。まあでもそれは一生モテるエンジンなのかわからんよね。まあね。いやでもやっぱ持たなあかんのよ。なんかそれ持とうとしたらもうそういう生き方をしないといけない。今の生き方じゃ無理やと思う。マジ？いや無理じゃない。いや、俺そんなことないけど。もっと地べた張ってる方がモテるな。ああ、まあだからその地べたをどこに設定するかとは思うけど、なんかその、あ、引っ越せよ。まあまあそれはそうや、探すわほんまに。だからまあそのなんていうの、まあまあそうやな、なんかそのだから服とかめっちゃ思ったり、作るとき作ってるときめっちゃ思うで、やっぱなんかその明らかにそのま数字何やろうな、何て言うんやろ、明らかにその服への愛がないけどアパレル出している人に対してみたいなとかはやっぱある、正直。いやそれは俺の方が愛あるよとか、何て言うん、めっちゃいろいろ考えてやってるよとかはやっぱあるよね。それあるやろね、俳優やってたりする。まあまああるよ、うん、あるけど、なんかけど昔よりもっと自分自己中心的になってるかもしれないね、大人になったつもりで。逆に、あ、そうなんや。なんか周りがどうとかっていうことすっげえ思ってたけど、でもなんかでもそういう、まあ、例えばオーディションとかね、でもそう思うやつらとお前今同じ立場でしょって思うと、もうなんかいたたまれんよね、自分が。
まあだからそういう意味では早くねじ伏せたいと思うけど、なんかねじ伏せたい相手がそこじゃなくなってはいるな、うん、ああなるほど思うけどね、うん、思うけど、まあまあそこではなくて、うん、まあ作ります、頑張ろう、自分じゃない評価を得れるものをもうどんどん作ろう。じゃあほんまだからこのどんどん怖なっていくやろからな。いやてか今でこれやったらほんまに怖なるよ。いや怖なるな。めっちゃ思うね。いやそれがやっぱな、年齢とともになくなっていう、あの怖さっていうのは年齢とともに増加していくよね。ほんまに。それだってミュージシャンとかも多分若い時に曲聴きたくないっていう気持ちちょっとわからんでもないもん。若い時の演技とか絶対見たくないもんな、俳優さんとか。余裕やはるやん。ちょっとわからんでもないよ。まあだからもう、恥ずかしいとこ出してなんぼやろ、こんな生き方したいやつらは。そうそうそう。かっこつけてるからあかんねんな。そうそうそう。ちょっとよく思われようと思ってるから。ないよもうそんな、もう出せ出せ、いやほんまに出せ出せよな、マジで出せ出せやわ。それは間違いない、ほんまに。年後に振り返ってこれマジなんでこんなの恥ずかしい最悪やわって思うやつが100本ある35歳の方がよっぽど幸せやわ。確かに、それが1本もない。確かに確かに、どこかにしこりが残っている、大人になりたくないね。っていうかその恥ずかしさを乗り越えられへんねんと、もうやめてまいって話やからな。そんなそうやで、やったらもうその夢みんなって話。そうそうそう、それはほんまにもうスパッと違うことやって、もっと人を幸せにできる、自分が向いてること、うん、っていうか向いてる今自分ができる手段を取れよって感じやな。間違いない、ほんまにこれ嫌やな、恥ずかしいな、これチブ、うん、あ、そうな、恥ずかしくはないって、キモいね、こんなことを言ってることが。しゃあないな、だってもうそういう生き方になるから、もうしゃあないよな、うん、もう自分の人間はもうそういう人間や、うん、アーティストとして生きていこう。それがいかんのちゃう。それがはずいんちゃう。それははずいな、ちょっと。なんでな。なんでだよ。何がはずいね。安っぽい感じ。でもアーティストとして生きていきたいんやろ。そりゃそう。今の10秒が一番詰まってたんちゃう。一番はずいんちゃう。20代の俺たちをこう煮詰めたニコゴリみたいな今撮れたけど、間違いない間違いない。頑張ろう、うん、よし、やっぱよし、30代はアーティストとして生きていこう。死に物狂いで生きなあかん。いや、まあ言えよ、アーティストとして生きていこうって、うん、アーティストとして生きていこう。嫌やなぁ。こんなこと言うやつ一番嫌いやったよ。嫌いやったなぁ、うん、っていうかじゃあ動画出すなよって感じやんな。別に言っとけよっていう、自分らの世界で。いやでもこれはほんまにだから弱いとこよね、うん、自分らのこうやってなんか決意表明みたいなのを立てないと結局努力できないっていう。でその決意表明に対する言い訳をつらつらと並べる。いいよ、ここから出していくからいいんだよ。頑張ろう、頑張りましょう。えい